はい、こんばんは。何事も浅く広くカメラなどの話チャンネル山でございます。今回はカメラメーカーについてね、これからの将来性あるいはね現行機種についていろいろメーカーごと雑談していこうという動画でございます。前回はソニーの方のねカメラ雑談をやらせていただきました。そちらの方のリンクをね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただくとめちゃくちゃ嬉しいです。そして今回はソニーではなくてキヤノンさんのカメラを見ていこうと思います。今現在キヤノンのレンズ交換式カメラは結構出てますね。デフ機も含めて何機種あるんですかね。キヤノンのホームページ商品比較表の方で販売終了になっていないカメラだけでも26台あるのかな。26台も現行機種ありますね。これは多い。ソニーの方は旧機種もね現行機種扱いで販売しているという話もしましたが、キヤノンの方も結構昔のカメラも販売終了せず売っているみたいですね。まずレフ機の方から見ていきましょうか。 EOS1DX Mark III、 これ現行機種ですね。それから EOS1DX Mark II、 こちらは旧機種扱いだと思うんですが販売はされているのかな。レフ機のフラグシップとしてはこの2台、それから、EOS の 5D Mark IV、 EOS の 5DS、 EOS の 5DR、 EOS の 6D Mark II、 EOS の 7D Mark II、 EOS の 90D、 EOS の 80D、 EOS の 9000D、 KIS X10i、 KIS X10、 EOS の KIS X9i、 EOS の KIS X90、 以上かな。以上だね。意外とレフ機ありますね。私もうフラグシップ機ぐらいしか出てない、あるいは 5D ぐらいまでしか出てないかと思ったんですけれども、意外とや意外 90D や 80D など未だに現行機種なんですね。ちょっと失礼なこと言ってますがすいません。でもあんまり売ってるとこ見ないような、田舎の家電量販店では時々ね EOS KIS系のものを売ってたりしますけれども、売れてるんですかね。そしてこれからのね主力であると思いますミラーレスの方見ていきましょう。 EOS の R5、 それから EOS の R6、 EOS R、 EOS RP、 それから EOS RA、 EOS RA ってあんまり知らないですね。以上ですかね。フルサイズは以上。それから APS-C サイズのカメラが EOS の M5、 EOS の M6 Mark II、 M6、 EOS KIS M2、 EOS KIS M、 EOS M200、 EOS M100 となっております。 APS-C もねかなり力を入れているキヤノンさんで、しかもね結構前から出ているマウントなんですけれども、いかんせんフルサイズ機とマウントが違うっていうのが一番のデメリットだと思います。 APS-C のカメラを使用されている方がフルサイズにねステップアップしようとするとマウントを変更する必要が出てきてしまうんですね。だったら別にキヤノンにこだわる必要ないじゃないか、ニコンでもソニーでもあるじゃないかといったことになってしまいがちなので、このあたりマウントを揃えなかったっていうのは、もちろんね APS-C のミラーレスを先行で発売していたキヤノンですので、そのあたりはね出し方ないのかもしれませんが、結構なデメリットと言いますか、これからねそれがね大きなね足かせとなって残ってしまうような気もします。まあ、デメリットから話してしまいましたが、 EOS R シリーズは本当最近は調子がいいですよね。 EOS 5も EOS 6もしばらくの間品切れが続きましたし、ずっとね売上ランキングの上位をね占める機種と今現在もなっております。そりゃそうですよね。あのスペック見たら誰もが欲しくなります。例えば EOS R5 なんてね、何かダメなとこあるのかなというね、本当素晴らしいスペックでございます。 EOS 6の方もね写真を撮るということにね特化すれば、本当 EOS 1D のねちょっと前のフラグシップとほぼほぼ同じ性能を R システムにね取り入れた機種みたいな感じなんで、本当に素晴らしいんですよね。キヤノンっていうのはこのぐらいのスペックのカメラに5や6というね称号を与えてしまうのかというね、ちょっと衝撃でありますね。 EOS 6あたりならもう3をつけてもいいんじゃないかと個人的には思ってしまいます。なんとなくね α の9クラスだと思うんですよね。それぐらいね余裕があるキヤノンさんなんですが、次回
販売されるのは R3 ですね。こちらの方はね、縦繰り一体型なんで、まあ賛否両論あると思いますが、フラグシップに近いキャノンのねカメラがねついに出てきますんで、この機種がね一体どのような性能で来るのか興味津々であります。もちろんスペック表だけではね見ることができないところもあると思いますので、そのあたりのね比較もね本当に楽しみですね。問題はキャノン系はねレンズも高いですし、カメラも意外と高止まりしてしまっているので、そのあたりが許容できるユーザーには最高の機種なんじゃないかなと思います。あとサードパーティー製のレンズもありませんのでね、例えばソニーですとシグマやタムのレンズが使えたりね、しかもオートフォーカス効いて、そのあたりはね大きいメリットだと思うんですけれども、いわゆる純正しか許さないといった感じのキャノン R シリーズはどんなレンズを購入するにはしても結構な値段になってしまうので、システムを揃えるという点に関してはね、特に一から揃えようという方には結構ハードルが高いんじゃないかなと思います。まあね、キャノンのレンズもこれからどんどん拡充されると思うので、値段に糸目をつけなければ問題ないとは思うんですが、そのあたりがね結構高いですよね。まあ変わったレンズもありますよね。 800mm の F11 とかね、他のねメーカーでは全く出ないようなレンズもあります。おそらくそれはね、まあソニー編でもお話ししましたが、ソニーはマウント径が小さいので、おそらくそのようなレンズは作れないと思うんですよね。キャノンはマウント径を生かしたレンズをどんどん発売しているような気がします。例えば F2 同士のズームレンズ、あるいは先ほども言いましたが 800mmF11 とかね、せっかくマウントをでかくしたんだから、それに合うレンズ、それでかなうレンズをねどんどん発売しているような気がして、いわゆるチャレンジングなキャノンが帰ってきたという感じがして、本当ワクワクするメーカーになってきていると思います。あとはねフラグシップが出てないっていうのはね、いつになるのかなとちょっと期待しているところもあります。次回出るのも R3 ですしね、なんで1を出さないのかという感じもしますが、そのあたりね、まあ3でも結構な性能ですし、例えば α1 とね比較されている方、比較されている記事などありますが、もうこれ立派なフラグシップだと思うんですが、これ以上ね α1 に、ね、ぶつけてくる、要するに R1 ってねどうなるんですかね。ほんと途方も知れないフラグシップ機になるのか、めちゃくちゃ高額機になるのか、それともねちょっと想像ができないですね。あとレンズの方はね、先ほども言ったような変わったレンズも出てきたんですが、よりコンパクトに収めようという努力が結構見られますよね。例えば 70-200mm F4、 F2.8 などはね本当にコンパクトに収めるためにいろいろな工夫がされておりまして、そのあたりかなり好感が持てます。そういったねコンパクトにより性能が良く、それにマウント径をねうまく使ったレンズとかね、キャノンって本当うまいんですね。そういうところどこのメーカーとは言わないですが、マウント径だけがでかくてなかなかねそれにね対応できていないというところもね多々見られるメーカーもありますので、そういったところでねキャノンっていうのはねマウントをせっかくでかくしたんだからというところが十分ね活用できていて素晴らしいと思います。これはねソニーはねマウント径が小さいっていうのはもう変更できないですからね、新しいマウントを開発しない限り。これはねソニーさんちょっと苦しいところですね。というぐらいねキャノンっていうのは本当つける隙がないんですけれども、先ほど言いましたがやはり APS-C のカメラを果たして R シリーズにね投入してくるのかっていうのがね非常に楽しみというか不安でございますね。このままね分離したままいっちゃうんですからね、いつかのタイミングで APS-C のカメラを R マウントにねぶっ込んでこないとちょっとね展望が怪しくなってきちゃうんじゃないですかね。 APS-C の今のカメラのマウントは何でしたっけ、M だったかな、 EF-M マウントですかね。 EF-M マウントはねどうなんですかね、切り捨てるのは難しいのかな。今でもねこの EOS の EM マウントのカメラっていうのは結構販売上位を占めてますし、これ切り捨てるっていうのは批判出るということで残っているのか、あるいはねマウント径がでかい R シリーズで APS-C カメラを作ると結局のところボディサイズがかなりでかくなってしまうので分離したということもあるのかもしれませんが、やはりねニコンの方もね APS-C をね Z マウントでしたっけにね統合してますので、そのあたりの弱みがねこのままズル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 時が経てば経つほどねどん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 傷口が広がってしまうような気がしますので、早急に R シリーズで APS-C カメラ出した方がいいと思うのは私だけでしょうかね。まあ統一した方がねコスト的にもいいでしょうしね、わざわざ2つに分けるよりね、これ先延ばしすればするほどねどん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 統一が難しくなりますからね。おそらくなんですけれども EF-M マウントのカメラに
今のミラーレス機のレンズは取り付けれないと思うので、アダプターなどを販売して使えますよっていうのは無理だと思いますしね。早くした方がいいと思いますよ。素人ながらね、そう思いますね。それにしても APS-C カメラ統合の話をするとちょっと面白くて、ソニーの方は APS-C のカメラマウントにフルサイズのセンサーを載せてしまったというカメラなんですけれども、ニコンの方はフルサイズのマウントにAPS-C のセンサーを取り付けたという形になってますよね。今現在大きさ的にはもちろんソニーの方が小さく作れるとは思うんですけれども、マウント系的の余裕はニコンのがありますよね。 APS-C から始まったソニー、フルサイズから始まったニコン、どちらが勝つのかっていうのもちょっと面白いですよね。そしてそこに挟まれたキヤノン、まだ分離しちゃってる、まあ企業が大きいからそれでもいいのかなという感じもしますが、やはり統一した方が面白いですよね。もちろんキヤノンもフルサイズのマウント系に合わせて APS-C のカメラを作るっていうのは難しいというかね、小型化が難しいので嫌なのかもしれませんが、ちょっとそれ見てみたい気がするのは私だけでしょうか。ということでね、ちょっとミラーレス、まあそうですよね、今現在もレフ機もね、キヤノンを発売していただいておりますが、これからはどんどんねレンズも減産されているみたいですし、新しいレフ機が出る感じはしないのでね、まあ今から話題にすることはないんじゃないかなと思います。まあ 1DXM3 がね最後の機種になるんじゃないかな。まあこれはしょうがないですね、時代の流れですし。はっきり言って 1DXM3 を購入するなら、まあミラーレス購入したくなりますよね。そんな感じがします。まあ超望遠がなかった時代はね、レフ機で行こうと思った人もいると思いますが、もうすぐ発売されますので、ますます移行が進むんじゃないかなと思います。キヤノンとしてはとりあえずね APS-C の統合がいつになるのか、それから超フラグシップのね1シリーズですよね、それがいつ出るのか、そのあたりが関心事になってくると思います。このチャンネルでね、こういったカメラに対するね雑談をどんどんやっていこうと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にコメント書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいですし、 Twitter、Instagram もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。